リポバッテリーはきちんと管理しましょう。こんにちは、しんじです。今回はリチウムイオンバッテリー、通称リポバッテリーの危険性や安全に使うためのお話などをしていきたいと思っています。今回の動画も僕の話については情報の一つとして聞いてもらって、必ず自分でも調べて使うようにお願いいたします。それでは早速リポバッテリーについてお話ししていきたいと思いますが、まあリポバッテリーっていうのはね、あまり聞き慣れないバッテリーだと思うんですが、まあ実際僕もね、空物のラジコンをやるまではリポバッテリーっていうのは使ったことがありませんでした。ただこのリポバッテリーというのは単純に電池と考えてしまうと非常に危険で、最悪の場合発火したり爆発したりしてしまうので、取り扱いには十分注意して使うようにしてください。それではリポバッテリーについての注意事項などを、こちらの方に出してみました。全て注意したい内容ではあるものの、3番なんかはね、次のフライトのために充電してから保管しよう、そういうふうに考えたりする人もいると思うので、ここは注意をしたいところです。あとは7番、バッテリーが弱くなってきたり膨らんできたりしたら捨てることになると思うんですけれども、捨てるときは出力コネクタを切ってバッテリー自体の機能をね、使えないようにしてから捨てるようにしましょう。まあ捨て方についてはね、住んでいる地域によって違うと思いますし、各自治体のルールに必ず従って捨てるようにしてください。あとは6番、よくわからないままの状態で充電をしてしまうと、これも危険な行為となりますので、わからない時には必ず自分がね、持っている充電器の型番などをね、お店の人に伝えて、その充電器で使えるバッテリーというものを教えてもらってから購入するようにしましょう。はい、ということでね、今回は短いんですけれども、バッテリーのね、危険性や安全に運用するためのポイントなどをね、お話ししてみました。普通に使っていれば大丈夫というふうにね、考えられないのが、リポバッテリーのね、ちょっと困ったところなんですけれども、普通に使うというところを最低ラインに考えて、それ以上に慎重に取り扱っていけば問題はないかと思います。次回の動画では飛ばすとき、飛ばし終わったときの注意点などを話していきたいと思います。それでは今回の動画はこの辺で。しんじでした。